券がございませんでしたから、もう猪木さんがどちらにいらっしゃっているのかも僕は分からなかったんですが、それを早速今日は猪木さんと電話でお話することになっておりますからね、猪木さんを呼びしたいと思います。もしもし、もしもし、こんばんは。どうも今日はあの猪木さんの姿見れなくて非常に残念だったんですが、はい、今日は試合はどちらだったんですか。今日はですね、あの地震の震源地ありましたね。はい、はい、あの近くでね、あれ熊金というところに。ああ、そうですか。じゃあ、地震があった頃は猪木さんはまだ会場には。今日はね、山口県からね、新幹線のこうやって名古屋に出まして、はい、名古屋から向こうでバス行ったんですけどね。ああ。途中いろいろちょっと問題がありましたけどね。あ、やっぱりね、道揺れたりとかね、そうかもしれませんけども、でもお客さんの入りは。ね、お前らは超満員ですよ。どこやっても超満員なんですが、で、最初だって、今日猪木さんはどういう試合だったんですか。ですね、昨日、新聞から来ましたね。それで、とにかく、もう、こういう交渉は最後だと。いうことで、今日は最終戦と。それはどういうことかっていうと、まあ、彼たちがですね、今回は、まあ、幕府は、2枚参りまして、それから、まあ、日本の我々と、まあ、日本国内ができるようにしている間にですね、世界が変わってしまったと。ということで、我々も、本来、自分がね、世界の頂点になりたいというようなことからですね、ぜひ、ニューヨークへ出ていくということでですね、まあ、我々の、その、戦いは、今日で最後と。ということだったんですがね。ところが、試合の結果はですね、我々ももう、よし、そんなのかということで、こちらは、みんなに、木村宏樹、向こうは、上州やつ、浜口ですね。ところが、その、また例の変なのが、そこで上がりまして、踏み込みまして、優勝はあいつら本当に我慢できない、今日まで来ました。せっかくのね、そういう最終戦ということだったんですけどね。はい。じゃあ、乱入があって、じゃあ、両軍、まあ、リンガとかそういう形、向こう試合。そういう感じですね。はい。向こう試合で。はい。まあ、それでも、もうこれから先、じゃあ、赤軍対新軍という戦いというのは、でも、もうなくなっちゃうんでしょうか。まあ、今日のような試合結果でも。そうですね。まあ、新軍は解散するわけじゃないんでしょう。一応、二人が抜けるということがあればね、戦力も低下します。そうですね。まあ、そういう意味で、まあ、私としてはね、それはそれとして、まあ、とにかく新日本の、オーダーがあってね、とにかく、政治を一緒に上げろと。ああ、なるほど。それには私が出るわけにもいかない、フィナーが出るわけにもいかない、というような事情でですね、まあ、情報を狙ってもない、彼らのその申し出だったんですけどね。まあ、フィッシングのメンバーにしても、まあ、新しい戦いの場でまたいろんな選手やってきて戻ってくるという方が、まあ、いいんでしょうね、勉強にもなるでしょうし。そうですね、やっぱりね、気分の切り替えもあるしね、まあ、そういういろんな選手とぶつかって、ある程度またいろんなものを吸収してくるというのはね、大変大切なことだと思いますね。向こうのレスリング王もね、馬場さんの方も第一副会長の、立場での意見とかね、いろいろ新聞に言わしてますけども。まあ、実際申し上げますとね、もうニューヨークは大体 90% 制圧したというのか、結論それも、大体もう、この契約書まで行ってませんけどね、ほとんどもう提携が、もう話は進んでるしね、そういうことで、まあ、前から申し上げた、もう選択肢というもの自体がね、既にもう、誤解、進んでる誤解者と同じようなね、状況ですね。まあ、文章を見ましたら、NWA というのはもう、プロモーターの寄り合い的なもので、WWF というのはちゃんとしたなんか巨大な工業会社というか、組織自体がもうまるっきり違うということはね。そうですね。この時点でもうとにかく大逆転したみたいですね。やはり、もうちょっと NWA がね、マクマムに対して何かやるかなと思って、それはそれで楽しみに見せたんですよ。何の抵抗もなくね、そのマクマムに食らっちゃったみたいですからね。じゃあ、まあ、その時にいろんなレスラーを、まあ、WWF が、こう、範囲に手中に収めたということは、新日本のリングでもこれからいろんな外人が来るということですね。そうですね。まあ、新日本にとってはありがたいことですね。そうですね。まあ、ありがたいというのが我々はもっと大変だなと。はい。いや、楽しいですね、これは。ねえ、いろんなタイプもいるし、まあ、新日本のレスラーもオフの時にまたアメリカ行った時の試合の模様なんかも見られると嬉しいですね、僕たちにしてみるとね。まあ、新日本自体がですね、WWF と提携の上でですね、例えばハワイとかですね、いろんなフィリピンを含めて、
合テレビの試合だと、ね、実力というのはちょっと分かりにくかったんですけども、どうですか、猪木さんから見たあの2人の実力の程度っていうのは。かなりやりますよね、最初は1匹だったと思う、1匹なんだから2匹になって、負けたよね、それで、まあ、もういきなりタックル、まあ、今までは私もああいうタックル来たことがあって、それからもう、なんていうかね、外れるところまでいかなかったですけど、かなり腫れ上がりました、まあ、そういう意味では、なかなかね、そのマネージャーが苦しくらしいですけど、本当に苦しいですね、マネージャーは。でも、あの2人もしかし、退治しなくちゃいけませんしね。そうですね、まあ、ここで正直でね、まあ、一つの心臓の補償にビジネスを打ってですね、まあ、心臓としてはね、戦わないところでね、変化が多いですけど、一つ一枚岩のような形でガチッとね、やらないと。そうですね、まあ、の来週は小錦の兄さんとの戦いもございますね、まあ、あちらのも大変というか、まあ、予想がつかない試合になると思うんですが、あとで、ね、